この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。はい、どうもおじさんです。ということで、杉浦小春ちゃんのルートでございますね。まあ、前回までね、あの泉千秋のルートを、見ていただきましたが、まあ、なかなかな、お話だったと思います。結構人気のあるシナリオなんですよね。やっぱりその、なんだろうな、感情の起伏が大きいから。けどまあ、これからはね、あの小春ちゃんのルート、そしてマリさんのルート、行きたいと思いますので、それもね、ちゃんと意味がありますから、千秋並みに面白いというか、ちゃんと意味が理解できれば千秋並みに面白い、ルートなんで、2人とも、はい、ぜひね、これからどんだけのパートになるか分かんないですけど、楽しんでいただければなと思います。じゃあ行きましょう。これはね、状況はどこかって一応おさらいしておくと、あそこです。クリスマスの夜に、あんなことになって、まだ見とらん人はちょっと見てほしいんですけど、クリスマスの夜にあんなことになって、で、家に帰ってきて、ですね。その状態で、一応その年末は、何もなかったんですよね。あ、じゃあクリスマスの翌日か。クリスマスの翌日は、バイトとか入ってなかったはずなんですよね、確か。どうやったっけ、年内最後やったっけ。けどバイトへ行くか行かんか。クリスマス、せっかくね、小春ちゃんがお膳立てしてくれたのに、バイトに来るっていうことは、結果的にまあそういうことになるわけですよ。それに対して小春ちゃんは、どういうリアクションを取るのかなっていう。ちょっと長丁場なんでね、喉飴舐めながらでもやろうかな。じゃあ行きましょう。クリスマスイブを過ぎたクリスマスの日は、基本的にはただの冬の一日に過ぎなかった。明け方に止んでしまった雪は、道行く人にただ寒さと歩きにくさを与えるだけで、昼を過ぎた頃にはすっかり黒く土に溶け込んでいた。そんな皮肉めいた見方しかできないのは、自分の精神状態のせいという可能性も否定できなかったけど、結局予想通りあれから一睡もできなかった。あら、窓に映っとるね。窓に例のあの子が映っとるね。あの細いポニーテールの、窓の外の黒い、空が白く曇っていくのをリアルタイムで、全て視界に収め、明けない夜が本当にないということを痛感した。疲れと眠気に苛まれているはずの頭は、それでもただ一人の記憶を追い出すことができなくて、割れんばかりの痛みばかりを俺にもたらした。あのまま部屋に一人で居続けたら、頭がどうにかなってしまいそうだった。だから、這うように部屋を飛び出した。それから、数時間。厚い雲に覆われた空は、このままだとリアルタイムで黒く染まっていき、暮れない昼が本当にないというところまで思い出させた。そんな風に夜まで、あてもなくずっと歩き続けて、最後に俺がたどり着いたのがここだった。あ、気づかれた。グッディーズ南スエツグ店。外から忙しそうに働く仲間たちをさっきからぼーっと眺めていた。北条学園が大学、付属ともに冬休みに入ったせいか、いつもより客足は微妙に減っていたけれど、その分バイトもきっちり減っていた。お。キッチンもホールも誰一人手を休めている人はいない。
佐藤も中川さんも他の数少ないスタッフも。だからここなら今の俺を置いとかせてくれるかもしれない。唐突に訪れた俺のことをキーに思わず、ただ地獄に仏とばかりに早く制服に着替えるよう更衣室を指さしてくれるかもしれない。忙しさにかまけることができるかもしれない。なんてさっきからずっとその光景を頭に思い浮かべているのに、俺の足はどうしても入り口へと向かっていかない。だってあの場所には彼女がいる。俺が今日ここに来れないように細工した彼女が、俺を励ましとともに送り出してくれた彼女が、今は会いたくない、合わせる顔がない。だって俺は彼女の計略にうまく引っかかることができなかった。彼女の一世一代のおせっかいに報いることができなかった。先輩、どうしてこんなところにいるんですか？痛恨だった。彼女のことで頭がいっぱいだったせいで、その当人がこちらに気づいてしまったのを見落とした。今日バイトお休みですよね。店長代理にしっかり釘刺されてましたよね。杉浦の計略で無理やりな。そんなに私って信用なりませんか？もう教育期間も終わったし、十分使えるようになったって自負あるんですけど。他の奴らに信用がありすぎるのが厄介なんだよ。今年はもう来るなってあれほど言ったのに。だいたい先輩今はそれどころじゃ。余計なお世話だ。だいたい、ここでは俺の方が先輩というか、あらゆる局面で俺の方が先輩だろ。頭に浮かんだ軽口を口が喋ってくれない。必死でごまかそうとする俺を誰かが必死で押し止める。誰かって間違いなく俺だけど。何があったんですか？何もない。だって俺が今ここにいちゃいけない理由が目の前に立っているから。なら私に笑うか怒るかしてみてください。できれば前者希望ですが、後者でも構いません。ああなるほど。まだ小春ちゃん目線では成功したからありがとうっていう場面か、お前のせいで散々目にあったふざけんなっていう後者もあるわけか。あそうかそうかそうか。持ち場に戻れよ。今はまだ営業中だろ。こうなる可能性を予想しておきながら、こうなった場合の対応を全然考えてなかった。なんでだ、俺。ただ通りがかっただけだよ。杉浦のことだって信用してる。だからもう帰るから。帰ったらダメです。え？こう言われる可能性を予想しておきながら、それでもあえてここに来てしまった。俺予想以上に来てるんだろうか。そんなにいつもと違うんだろうか。一人が辛いと感じた時に彼女の顔が浮かんでしまったことも含めて。お店、まずいな。みんなもいるし。そうだ、そこのボナンザに入っててください。杉浦と、杉浦は向かいの喫茶店を指さす。そこの窓際の席からならお互いの姿を視認できるくらい近くて、そして明るいから。私今日早番だからもうすぐ終わるんです。そしたらすぐそっちに行きますから。別にいいって。本当に通りかかっただけだから。先輩は良くても私が良くないんです、精神衛生上。必ず行きますから。30分以内。絶対に帰っちゃダメですからね。俺の言葉なんか聞く耳を持たないばかりに、え、もうちょっと
俺の言葉なんか聞く耳を持たないとばかりに、杉浦は勝手に約束を取り付けると慌てて店の中に戻っていった。今の俺そんなにわかりやすいのかな。でこれだけで、これだけ挙動不審なら気づかれない方がおかしいのか。店内に戻り、何事もなかったかのように働き始めた彼女は、でもさりげなく俺を見て向かいの喫茶店を指さした。杉浦小春。おせっかいで余計なところまで気がついて、ただの知り合いにまで気を使いすぎる面倒見のいい後輩という矛盾した女の子。その無償の優しさと今の俺が失ってしまった強さに心がいたたまれなくなる。だから俺は彼女がほんのちょっとこちらから目を離した隙に駆け足でその場を逃げ出した。杉浦の誘いに乗り、一緒の時間を過ごせば今抱えている傷が少しは癒されるかもしれないけれど、俺が心の安らぎを得るのと引き換えに彼女は全てを知ろうとするだろう。そして俺と刹那のどちらを支持するかは知らないけど、俺がもたらした結果を自分のことのように嘆き怒り深く介入していくに違いない。許されるかよそんなこと。友達というには微妙な、恋人なんかでありえない、後輩と認めるにだって少し抵抗のある女の子に。溶けた雪が絡みつき、どんどん重くなる足を引きずって、やっとグッディーズの呪縛から逃げ延びる。気がつくとそこは南末継の駅前。今の俺はどうしても人のたくさんいる方向にしか進めなくなっているらしい。必要もないのに全力疾走したせいで、ずっと休ませていない体が嫌な感じできしみ、咳込みそうなほどに息が上がっていた。真冬の冷たい風が心地よく感じるくらい全身が熱を持ち、額にはうっすらと汗がにじむ。腰を折り膝に手を当て、必死で息を整え、あまりにも無駄でバカバカしい逃避行を後悔する。なんでここまでして逃げなくちゃならないんだ？なんでこの程度のことで罪の意識に苛まれなくちゃならない？なんで自分の意思で距離を置いたのに、こんなにもあの場所へ戻りたがる自分がいるんだ？なんで？なんで逃げるんですか？30分以内に行くってちゃんと言ったじゃないですか。そのくらい待ってくれてもいいじゃないですか。俺が全力で駆け抜けた道を、俺が体力を根こそぎ奪われた距離を、彼女は軽々と、いや実は俺と同じくらい息が上がりながら、この格好で外出るのすっごい恥ずかしかったんですからね。しかも結構短いスカートだったよな。出るなよ。必死で俺を追いかけてきてくれ、追いかけた、ん？追いかけてきた。すいません。着替えは明日取りに。はい、必ず行きますから。一つ目のボタンはショート缶のブラック。二つ目のボタンはロング缶のミルクコーヒー。それも超甘口の。ちょっと友達関係のトラブルで。もう大丈夫です。ご迷惑おかけしました。はい。はい。だから今日のバイト代は。
いえ、そんな。わかりました。じゃあ、そういうことで。それじゃあ、今後ともよろしくお願いします。今日は本当に、すいませんでした。お疲れ。どっちがいい？どっちがアイスですか？この寒いのに。暑いくらいです。誰かさんが逃げるから。コート貸そうかって言おうかと思ってたくらいなんだけど。結構です。お、杉浦は相変わらず怒ったような口調のまま俺の手からショート缶の方を奪い取る。思った通り俺と同じで甘党じゃないらしい。どうしよう、このコーヒー牛乳。みんなに迷惑かけちゃった。誰かさんが逃げるから。佐藤、なんだって？ギリギリ回ってるから大丈夫だって。どうやらクビにならずに済んだみたいです。切るわけないだろ、杉浦みたいな使えるやつ。俺が店長ならペナルティーと称してもっと働かせる。さすが先輩に教え込まれただけのことはありますね。4月以降もバイト続けるって約束させられました。そっか。青虫でクジラを釣りやがって。あっち。もう、だから顔のホットは嫌なんですよ。悪かったな。甘党じゃない代わりに猫舌だったか。甘二人駅前のベンチに腰掛けて、ただ空を見上げながら缶コーヒーをすする。空は雲がほとんど消え、多くの星が顔を覗かせ、明日以降の天気の回復を期待させる。けれど冬の夜の天気が回復するということは、その分放射冷却を呼び込むということでもあり、明日の朝はきっと寒い。え？ものすごく寒くなってきたじゃないですか。どうしてくれるんですか先輩。ね、え？なんて明日の朝とか悠長なことを言ってる場合じゃなかった。運動して熱を持った体に冷気が当たり、急激に冷まされると体感的にはそれはもう。じゃあどこかあったかいところ入るか。喫茶店とかファミレスとか。この格好で？ああ。そう言われてミニの制服を指さされては、こちらには返す言葉もなく。誰かさんが逃げるから。ほんと、とんだとばっちりです。ごめん。ということは寒くないですか？比較的大丈夫。そうですか。それは半分痩せ我慢だったけど、半分は真実が含まれていた。今は体の暖を求めるより孤独の冷たさを和らげる方が大事だから。私、自分の仕事を放り出したの生まれて初めてかも。悪かった。でもまあ仕方ありません。放っておけなかったんです、先輩のこと。彼女が俺の隣に座ってくれた時、俺に語りかけてくれた時、もう隠すことができなくなっていた。お店の外でぼーっと立ってた先輩は、なんだか心だけがそこにいないみたいで。そう見えたんだ。だから今見失ったら二度と捕まえられないんじゃないかって、そんな不安に駆られちゃって。俺は杉浦小春に、この面倒見のいい後輩に甘えてる。君が俺を捕まえる必要なんてないだろ。まあそれはそうなんですけどね。杉浦はどんな時にでもまっすぐ来るよな。いい意味でも悪い意味でも。
先輩はどんな時にでもひねくれてますよね。そっちの方が不自然だと思います。かもな。ぬるくなった缶コーヒーを一気に口の中に流し込み、血の端に浮かび上がった言葉までも飲み込む。それが俺と杉浦の3歳の差なんだって。美穂子とは1年の時から同じクラスだったんです。うん。彼女は幼稚園からの純粋培養の法上生で、私は付属からの新参者で。俺だってそうだよ。そもそも付属から入る新入生はクラスの半分くらいを占めて、決して少数民族とは言えない数がいた。何しろ法上大に推薦で入れるという魅力は大きく、入試の時もかなり狭き門だった記憶がある。けど昔からの友達が多いはずなのに、美穂子あんまりクラスに溶け込めてなかったんですよね。おとなしい子だからな。それに体も弱くて、私入学してすぐに院長になったから、毎月のように美穂子の家にお見舞いに行ってたな。ノートとかプリントとか持っててな。俺の場合は特定の誰かってわけじゃなくて、10人以上の家に上がり込んだ覚えがあるけど。そうこうしてくうちに仲良くなって、クラスでも一緒にいることが増えてったんです。最初のうちはみんなに不思議がられましたけどね。性格かなり違うもんな。積極的で、社交的を絵に描いたような性格の杉浦と、その、範囲語を絵に描いたような矢田さんのコンビ。でもそっくりなところもあるんですよ。どこだと思います？真面目なところだろ。彼女すごく勉強熱心だったし、杉浦だって。それもあるんですけどね、一番の共通点は二人ともすごく強情なところ。矢田さんが？杉浦がとは聞かないんですね。あ、いや、ごめん。何？私はこんな性格だから、どんなことでも美穂子と一緒にみんなの輪の中に入っていこうとしたんです。ああ。一瞬杉浦は俺の顔を優しく見つめると、すぐに何事もなかったかのように昔話を続けた。けど美穂子は一人でいるか、私と二人くらいがちょうどいいみたいで。うん、そういう子だった。だからそういう誘いになかなか乗らなくて、それでも私がしつこく誘うものだから何度も喧嘩したことあるんですよ。喧嘩？あの矢田さんが？絶対に自分の主張を曲げないですよ、あの子。おとなしいんだけど無言で拒絶するんだから。全然気づかなかった。つまりそれが親友にだけ見せる本当の顔だってことか。誰にでもそういう強情なところを見せる杉浦とは、その部分でも対照的ではある。今だってちょっと冷戦気味なんですよ。電話もメールも受けてくれなくて。え？美穂子強情だから諦めも悪くって、ついでにいろいろと誤解も重なっちゃって。それって？ いえ、これは私と美穂子の問題ですから、ちゃんと二人だけで解決してみせますので、ご安心を。杉浦。そんな杉浦の何かを意図的に避けるような話の流れに触れた時、さっきの優しい笑みの意味が分かったような気がした。それに彼女がさっきから自分のことしか話していない理由も。それで美穂子とは2年の時にだけ一度クラスが離れちゃったんですけど。聞かないのか？聞きません。すごいな。
俺のこの唐突な質問にも戸惑いもせず完璧に意図を組んだけれどシンプルな答えを返す。気にしてないのか。気にならないわけないじゃないですか。だからこうして追いかけてきたんだから。でも私にだってそのくらいのデリカシーはあります。つまり杉浦はずっと今の俺の態度を気にかけておきながら俺の心境を気遣って踏み込まずにいてくれた。いろいろとおせっかいを焼いた手前、自分のしたことで先輩がどうなってしまったのか本当はすごく気になってます。せやな。いつもみたいに軽く切り返せずに会話を詰まらせてしまう俺を自分が話し続けることにより受け止めてくれていた。でも今はなんか違うなって。いつもみたいな喧嘩をしないことが一番大事かなって。介入し続けるおせっかいから介入しないことで焼くおせっかいに。だったら追いかけなきゃいいってことかもしれないですけど、それもなんか違うような、うまく言えませんけど。俺の到達できなかった領域に。不自然でしたか？うん、ただ変わったなって杉浦。たった一月かそこらの付き合いでそんな分かったようなこと言われたくないです。うん、先輩に3年及ばないだけで私にだって自分なりに長く濃い歴史があるんです。そうだな。その間に私も少しずつ変わってきてるし、逆にずっと変わらないものだってある。杉浦の言う通りだ。だから先輩の言いようは少し引っかかります。私のこと知らないくせに傲慢で独善的で。あ、どうした？ごめんなさい。喧嘩をしないことが一番大事って言っといて。やっぱ変わったと思うよ、杉浦は。今まで以上にいいやつになった。先輩が少しだけ元に戻りかけてるのは理解できました。私をからかって楽しいんですよね。うん、ありがとう。杉浦は下を向いて黙り込んでしまったけれど、今はその沈黙が何よりも心地いい。ただなかなかいなかったタイプだよね、確かこのタイプって。そのやっぱりさ、竹谷と伊代なんかは積極的に介入してくるタイプやったねか。で、刹那は結局距離を置くことを選択したし、他の人間はまあまあまあ、マリさんは仕事せえって言うし、泉はこういうプライベートのことには絶対に突っ込んでこんがったからさ。うん。けど小春ちゃんはまあ確かに介入こそしてくるものの、引き際ってのをある程度理解しとるから、こういう風にね、押すところはもう強情にドンっていくけど、引くところはこうやって距離感をちゃんと掴んでくれるっていう、ちゃんと分別のある、まあ竹谷といいよみたいなことだから確かに心地いいよな。心に突き刺さったトゲはそう簡単には抜けないけれど、それでも患部に薬が染み込んでいくのを感じることができたから。いいよ出て。親かな。すいません。ほら先輩。ちょっと。ん？言った通りじゃないですか。ちゃんと二人で解決できるって。ああ。杉浦が差し出した着信画面には、矢田美穂子の名前が刻まれていた。私の方も言い過ぎた。だから全然気にしてないって。だからもうこの話はおしまい。へえ、パーティーやってるんだ。そっか、今日クリスマスだもんね。私？ごめん、まだバイト先ちょっと間に合いそうにないな。そうだね、
また電話する。ただ年内はずっとバイトだからなかなか時間取れないけど。うん、それじゃまだ仕事残ってるから。あ、それとメリークリスマス、美穂子。行けばよかったのに。みんなでクリスマスパーティーやってたんだろ。パーティーなんて名ばかりですよ。いつもみたいにカラオケで騒いでるだけみたい。それでもさ。いいんです、今日は先輩に話し相手になってもらうって決めたんだから。杉浦、今日のところは美穂子と話せただけでいいです。仲直りできただけで満足です。そっか。話し相手になってあげるじゃなくて話し相手になってもらうか。やっぱりこの子は変わった。俺の前でどんどん優しく変貌していった。もしかしたら俺があまりにも情けないから仕方なしに優しさを身につけていっただけなのかもしれないけど。ねえ先輩。ん？私まだ諦めたわけじゃないですからね。何を？何を？美穂子と先輩の仲直りをですよ。そしてこの子は優しさを身につけただけじゃなく真の強さを失わずにいる。付き合えないのはしょうがないけれど、それでも先輩は彼女の憧れだったんです。自分で言う通り少しずつ変わってきているし、逆にずっと変わらないものだってある。そのことはちゃんと受け止めてほしいし、友達に戻ってほしいと思ってる。俺に似ていると思ってた女の子は俺とは違い、まっすぐに伸びていく。だって二人とも私の大切な友達だし。ありがとう杉浦。もう今日の先輩やだ。な、何が？先輩がそうやって通り一遍の受け答えしかできないから、私がこんな恥ずかしいこと言う羽目になるんですよ。ごめん。あ、悪い。通り一遍の受け答えしかできなくて。いいです、今日の先輩は本当にどうしようもないって分かってますから。そんなことを言いながらもやっぱり今日の杉浦は笑顔を絶やさない。その表情だけで、たったそれだけで、彼女はいつもの何倍も魅力的に、そしていつも通りの頼もしい存在に移った。あのさ杉浦。何ですか？明日からバイトに戻ってもいいかな？それはつまり明日から私は来るなってことですか？え、杉浦来ないのか？なんで？は？え？どうやら彼女は俺の言ったことを勘違い、じゃなくて俺の反応の方が一足飛びで彼女の思考を超えていたということらしかった。先輩？いや、その杉浦は俺が明日から働くという意味をただ自分が気遣われたというふうに誤解した。俺がただ純粋に皆の誰かさんのそばにいたいという痛い意味を汲み取れていなかった。だから今日の俺は仕方がないですね。許可します。ちょっとそのいつもみたいに抑制できないっていうか、だからぜひ来てください。これから年末まで人手足りなくて大変なんです。二人分の戦力は喉から手が出るほど欲しいですから。ありがとう杉浦。だからって今日は仕方ないか。ごめんな。怒ったってしょうがないです。はい、休戦協定。今日の俺はどうしようもないから
氷一辺のことしかできないから。だから杉浦の差し出した手を何のてらいもなく握ることしかできなかった。柔らかいな、杉浦の手。テニス部引退しちゃったから、さっきもあの程度で息切らしちゃうし、引退して体力落ちたな。だから杉浦の方がよっぽどうまく照れ隠しできていた。相手に照れ隠しと思われてるってのがうまく隠せることなのかは別として、へえ、パーティーやってるんだ。そっか、今日クリスマスだもんね。ですよね、ですよね、そうですよね、そうだよね。カラオケってどこにある？うん、それでね、よかったら小春ちゃんもどうかな。私？ごめん、まだバイト先、ちょっと間に合いそうにないな。そっか、久しぶりに会いたかったんだけどな。そうだね、また電話する。ただ年内はずっとバイトだからなかなか時間取れないけど。バイト大変なんだね、こんな夜遅くまで。うん、それじゃまだ仕事残ってるから。そうだ、こいつパーティーにすら出とらんはずや。誰も誘うやつおらんもん。そうだ、ごめんなさい、邪魔しちゃって。あ、それとメリークリスマス、美穂子。うん、メリークリスマス。小春ちゃん、どうして。ああ、